まって駅前にございます停車場にその体重号が入線をいたします。停車場が180度を回転して方向転換をいたします。重厚で迫力のある SL 体重号の回転シーンをご覧ください。前車台旋转移百八十，转换方向，转车台旋转，请看一下后重扣人新型的 SL 大树号的旋转场面。SL 大树号は停車場に入りますと右回りで回転をいたします。手元の道具の前でお待ちいただきますと SL 大树号を正面よりご覧いただけます。SL 大樹号は北の大地、北海道で活躍しておりました。北海道は霧が多いためヘッドライトが2つついています。よく見ますとカニの目に見えることからカニ、カニ目と呼ばれております。 SL 大樹号在北大地北海道活跃，北海道雾气多，所以带有前照灯二个，仔细看的话螃蟹眼就能看到，所以被称为螃蟹眼目。足元部分をご覧いただきますとスカートを履いているように見えますが、雪かきをするものでスノープライと呼んでおります。再看脚下的话，看起来就像穿着裙子一样，因为要铲雪，所以被称为雪梨。ヘッドバッグには大樹のプレートがついています。頭部標記上带有大樹板。お待たせいたしました。SL 大樹号の登場です。電信さんの旗の向きをご覧ください。你久等了 ，SL 大樹号登场了。请看研修员棋子的动作。ではここで一旦停止してから電車台を入線いたします。在这里暂时停下之后，进入转车台。お疲れ様です。 SL 大樹号进入转车台，请看一下后重扣人新型的 SL 大樹号的旋转场面。司机助手请坐。ということで、 SL 大樹号を見たら停止してくださいと皆様にお願いをしております。お願いいたします。大家拜托大家在东武铁路看到 SL 大樹号后挥手，
これから出るレベルは客車と連結をいたします。現在的信号是连接，接下来 N 六大树号是与客车连接的。これで連結が動き、これが動きます。此時能听到连接信号。これで全てお風呂停止号をご覧いただきありがとうございました。次回はお風呂停止号のご乗車をお待ちしております。本日お風呂停止号はまだ小池にございます。